に参るの。王の道直と毛利元就、領主を片付けると真の勝利は得られるが、いずれにしろ足がかりが必要。まずは北上し、プロセドンを落とす。進め。途中の門が閉まってるみたい。守ってる人たちを片付けちゃうでしょ。まずはお手並み拝見だ。ハイボン。楽勝ってやつ。門は開いた。プロセジョンへ進むぞ。強い。これは叶わぬ。水木城は降伏する。この程度で柚木城が降伏。まあ、このまま黒瀬城を落とすぞ。戦う前から降伏って、お子ちゃまには刺激が強すぎたのかしら。勝利条件変更。さてと、この人たちを倒さないと黒瀬城には入れないって。守りが薄いな。門を破られた。皆の者、けけ。見せてあげる。反骨のかけらもない腰抜けぶり。無視。見よ。あっさり逃げちゃったわけ。もう楽でいいけど。復活したようだね。無事に届くといいんだな。私の歴史もここまでかな。父上はご無理なさいますな。やり働きはこの元春にお任せあれ。開門。残す敵は毛利元就。しかし、お前は黒瀬城にとどめ。敵が何か企んでいる節が、黒瀬城は味方の生命線、用心を怠るな。敗北条件変更。兄上。したようですね。伸びきった敵戦列を分断してしまいましょう。勝利条件変更。柚木城は偽装降伏、黒瀬城は空城の兵。手の込んだ真似をする。ちょっといただけない状況ね。力士の打たれたら困ったことになるわね。赤影殿の策、
見事なものだ。これが調査壁にも勝てよう。ここで私が破れたら全員が崩れてしまう。モールの軍略味わうがいいぞ。者ども、順次出撃せよ。なんだかまずい雰囲気ね。あたない、あたしが一肌脱いじゃうか。殺すよ。な、見てらっしゃい。なんという強さ。手出しはさせません。
死の大地で終わりか。仕上げだ。毛利元就に引導を渡してやれ。開門。君たちに任せるべきかな。清絶なる魂の叫びを今流された血と共に時代に刻まれた。この勝利ほぼ私のお手柄ね。